花見をしてるだけですから。花見？花見？なんで城内じゃなくここで揃えたの？お前さん、頭パイモンじゃん、僕。花見？幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。魔人？魔人？やっぱ頭パイモンなのかもしれない。一体何のために鎖国したんだ？それは神の目だ。神の目？神の目？やめな、もう今日何回かぶんだ、頭パイモン。神格。神格？神格？やめろ、パイモンでもかぶるんだって言ってることが。我の名だ。競売にかければ、最終的に5億もらを超えると予想される。5億もら？やだ、頭パイモン。君たちは、ナルミ聖火神君について聞いたことあるかい？誰それ？ん？誰だそれ？もうやば！もう喋んのやめよう。もう師匠から聞いているな。え、知ってたんですか？え、どうして知ってるんだ？しかし、主らは我を仙人だと思いながらも遠ざけるのではなく友人として接してくれた。だね。周りのやつらが変なやつばっかりだからさ。仙人だから、ね、遠ざけるとかないよね。お前もか。感謝している。お前も仙人かぐらいの、ね、認識だったわ。オイラたち、本物の仙人ともたくさん会ってきたから、ね。なあ、マジ頭パイモン、でも。承知した。マジで同じこと言うや。何をしたらいいかはわからぬが。どうやら調べる。うわぁ、魔物たちどこからやってきた。やだ、頭パイモンみたいな反応した。その方法は成功率が限りなくゼロに近いの。じゃあお前はどうやってきたんだよ。え、限りなくゼロに近い。もう、じゃあパツコさんはどうやって稲妻から出たの？本日の頭パイモン出ました。もうもうやんな、頭パイモン待たなよ。早いって。あんたみたいにリーウェを救った大英雄が私の舞踏会に参加すれば、参加する流れじゃんこれ。大きな話題を生むはずだ。そしたらもっと強いやつが集まる。待って、参加する気ないけど。え、でもオイラたち本当に舞踏会に参加しに来たわけじゃないんだ。あれ、そうだよ、よく言った、パイモン。やっぱ頭パイモンだった。なんで200万も取られようとしてたんだろう。600で済むやつ、やばっ。200万が600って、夏町の金銭価格おかしすぎだろう。いいぞパイモン、そのリアクション待ってた。ねえ、あ、頭パイモン、これも頭パイモンなわけ？うぃー言ってたよ。あ、でもこれはみんな同じ反応するって。外国の富豪商人が現れれば根こそぎぶんどる。そいつからがっぽり稼ぎる。何をしているんだ？何か埋めたみたいだぞ。見てみよう。見てみようぜ。頭パイモン嫌だな。僕との姉子と仲良くなったんだ。優秀じゃない？1ヶ月でみんなと仲良くなったってやばいよね。そんな、コミドクお化け！すごすぎる。やめろ、パイモン。約束を破るだなんてひどいな。は？君たちこそ、俺のことを忘れてたじゃないか。誰？お前、喋った！犬で喋った！どういうことだ？犬が喋った！おい！最近新しい鍋遊びを知ってね。とっても面白いんだ。鍋遊び？鍋遊び？なんだそれ？お前と同じですっごく綺麗だな。パイモン褒めんのうまい
かよ。パイモンさんは人を褒めるのがお上手ですね。それを見て私を思い出してくれるのでしたら、それだけで十分満足です。ねえ、僕今日からさ、神里彩香って習ってもいいですか？パイモン、頭パイモン卒業してもいいですか？クロムジナがどこにいるか知らない？クロムジナ？クロムジナ？やめろマヤあ、鉱石か？そう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 、そうだそうだ、鉱石。やめろパイモン、同じタイミングで言うのやめろ。パイモンと同じ顔してるかもしれない。お金を見つけた時のパイモン。おいだだぞ。は？